ブレーキだけちゃんと確認しながらやる。いやなんか、いやいや普段ちょっと乗り慣れないので、あ、こんな感じでバックしてます。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はこのニコドライブっていう手動装置、取り外しが可能な手動装置を使ってトヨタのベルファイアにまず乗り込んで、乗り込めるかどうかと、でこれを自分で装着して、しっかり運転ができるかどうかを試してみたいと思います。やっぱ手動装置って基本的には、メーカーさんに頼んで、その車種オリジナルのものをつけてもらう、なので取り外しができない。新しい車を買うときはまた手動装置をお願いしなきゃいけないし、あとレンタカーとかっていうのも気軽に借りれないっていうのがあるんですけど、このニコドライブさんの手動装置だと一応持ち運びができて、レンタカーとかにも使えるので、旅先で気軽に車を運転できるっていう優れものです。なのでちゃんと自分で取り外しできるかとか、本当にちゃんと運転できるかっていうのをチェックしてみようと思います。はい、では行きます。はい、じゃあベルファイアに乗ってみようと思いますが、こういう高いのに乗るのは初めてなので、まず乗り方が分かりません。でもちょっといろいろやってみようと思います。いやもう一人じゃ無理じゃん。靴脱げてる。まず乗れ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。乗れました。いろいろ悲惨だけど乗れました。あ、これ靴取れないやつじゃね。大丈夫。よいしょ。これ。危な。あ、取れた。靴取れた。よし。じゃあニコドライブをつけてみようと思います。まず中身ね、こんな感じ。こんな感じのものね。これは。これと。これと。あとこういうのが入ってます。説明書等々も入ってるので、取り付けのやり方を見ながらやっていこうと思います。まずこれをここに入れます。入れ、早い、入らないな。あ、入った。はい。こんな感じ。こういう動きをしますね。押し引きのやつ。で、これを、こうか。こうして、よいしょ。これをこのアクセルのところに引っ掛けますね。
で、こっちも、あ、やばい、リーチがない、私のリーチが短い。あ、やばい、あ、あ、こうか。こうやって、これ回すのちょっと手たり。くるくるして、くるくるする。よいしょ、はい。ちょっとここちょっとむずいな、一人でやるの。慣れればあれかもしれないけど。くるくるする、くるくる、くる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 く見てて、見てて。じゃあこれこっちくるくるして、はい、こっちこっちほらくる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 って。はい、こんな感じで結構ちゃんと真ん中に寄らせて、このね、この付け根のなんていうの、ここ、この上から落ちてきてる部分にちゃんとこうずれないようにペダルにね、ペダルにかませてあげます。ちょっと今こんな感じでもいいかな。あ、そうか、アクセルブレーキ、アクセルもこんな感じでつけました。で、次ここ、手元の部分、ここにレバーの調整、じゃここまで自分の好きな長さ、穴位置で止めます。で、どういう動きするか見せて、はい、で、ちょっと待って、これを、これをハンドルの、よいしょ、ここかな、ここにつけて自分のいい位置でこのニコドライブの装置を止めます。こんな感じ、はい、これで完成です。動きとしては普通の手動装置と一緒で、引いたらアクセル、押したらブレーキっていう動きになります。エンジンかかりました。はい、これで、ほら、あー、なるほどね。ちょっとバックして、ちなみに車椅子あるからね、まっすぐバックすれば大丈夫じゃん。見えな。ブレーキだけちゃんと確認しながらやるよ。え、いや、なんか、いやいや、普段ちょっと乗り慣れないの。まあ、こんな感じでバックしてますね。じゃあバック、うわうわうわ、もういいもういい。じゃあ、前進します。前進さ、でもこれ普通に進む、え、なんかもういいもういい。違うよ、レバー戻せよ。え、なんかアクセル踏まれてる感じしないね、これね。アクセルの踏む感じは車によってそれぞれ多分違うから、なんかそこはちゃんと自分で先の方につけるのか真ん中の方につけるのかっていうのをいろいろそこは試しながらやってみた方がいいと思います。まあ、取り外しとかっていうのはもう慣れれば簡単だし、結構私の周りでも
首脳措置を買わずにニコドライブで普段過ごしてるっていう人も結構います。降ります。降りれるか分かりませんが降りてみます。怖っ、マジこれ落下なんだけど。あ、平成使って降りればいいのか。ペダルペダルペよっと。あ、来た来た来た。イエーイ、素晴らしい。初めてなのに素晴らしい。はい、じゃあこんな感じで、ニコドライブさん、ああカメラにお手手やんないで。はい、こんな感じでニコドライブの商品を紹介しました。気になる方は、ニコドライブって検索してもらうと出てくるのと、あと私の概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。補助金も出るので、いろいろチェックしてみてください。ではこんな感じでこの動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。